はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはありがとうございますシンガーソングライターの秋岡雅子さんです。秋岡雅子です、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします秋岡さんとは今年、はい、モエレ芸術花火2014でご一緒いたしました。お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。花火すごかったですね。すごかったですね、はい、感動的な花火で、もう私帰ってきてからも花火の話もすっごい言いっぱなしでしたけどね。すごく本当ですか。私最後のフィナーレ見れてないんです、はい、え、本当？あの歌う教えてもらったので、そうか、あの最後ドドドドドってなってるところ、一生懸命こう暗いステージに上がって、そうだそうだ花火が終わると同時に歌がバーンっていう演出だったから、はい、最後の最後見れてない。全く見てない。すごかったよ。だって最後の5分10分ぐらい見てない、ね、本当ですか、はい、いやそうなんだ音だけ聞いてます。音だけ聞きましたあの時ちょっと雨が降ってきてどうなることかと思いましたけれども、はい、日頃の秋岡さん の, あの行動が良かったんでしょうか、はい、晴れましたもんね。晴れ女なんです本当に。いや素晴らし い, しいくらい本当ですか。歌うと止むんです。歌うと止む、歌うと止むんだって土砂降りも止みます。そうなんですか、はい、そういうのじゃあイベント関係の皆さん覚えておくといいかもしれません、はい、ぜひ読んでくださいそんな秋岡雅子さんですけれども、音楽活動の話も含めてですね、今日も3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらになります。じゃんじゃん。ギター1本で歌っています。ティーンズミュージックフェスティバルで全国大会へ。一番の目標は歌い続けること。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります、はい、初めにですね、あのギター1本で歌っていますということなんですけれども、はい、今年の燃えれ芸術花火2014でですね、テーマソングを秋岡さんが歌われたということで、はい、今日はお越しいただきました、はい、その曲がこちらでございます。じゃーん、じゃ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 ん。いい、はい、はい、こちらなんて曲でしょうか。私たちの主題歌です。秋岡さんはシンガーソングライターなんですけれども、この曲はご自身の歌じゃないんですってね。そうなんです、うん、あの花火のテーマソングとして、はいはい、あできてた曲です。普段はシンガーソングライターですから、うん、秋岡さん自分で作ってるってことなんです。やっぱり難しいですか。難しいですね。ああの作った人の気持ちがわからないもう想像しながら 100% 理解することって絶対できないじゃないですか、うんうんうん、なんか自分も書いて歌ってるので、うん、そこの部分って違うなっていうか、あもう自分の曲だったら何してもいいんですけど、で作った人のイメージが壊れない。あと素晴らしい楽曲だったので、はい、それを壊さないように、うん、どうやったら伝えられるんだろうっていうのをすごい考えましたね。うん、そうなんですか。あの割と主題歌だから歌いやすかったとかこう聞こうと思ったんですけど、自分のこうイメージとしてはどんな感じで歌おうみたいになりましたか。うん、花火のテーマソングってことで会場にたくさんの人が来る、うん、なんかこう年齢問わず、うん、性別問わずってなった時に、うん、本当にどの年代の人にも誰もが感動できるような曲、うん、まあ、テーマ的にもそういうものだと思ったので、はい、それを歌える器があんのかみたいなところから本当にでもそれぐらいの曲だなと思いました、うん、はい、みんな会場にいる人はみんな花火にまつわる思い出って一つや二つあるでしょうね。そうですね、花火ってそうですよね、はい、なんか思い出エピソードがみんなありそうな気もするし、1年に1回のっていう、うんうん、はい、そうですね、そんな歌を歌った、これ CD になってるんですよね。 CD になりました、ね、はい、こちらは CD になっておりまして、今年8月31日出ましたので、ぜひチェックしていただければ、はい、というふうに思います、 そして秋岡さんのスタイルといったら何といってもこのギター1本でということなんです、はい、私当日ね花火大会の時に秋岡さんの、まあ、紹介文みたいなね、あの MC をさせていただきましたんで、はい、あのお預かりしたんですけど、ギター1本で
あの透明感のある歌声みたいなそういう感じで、ね、はい、歌っている、まあ、そういうあのミュージシャンなんですけれども、割とゆったりした曲が多いですか？ゆったりしてますね。うん、ゆったりしてます。ゆったりあのアップテンポの曲もあるの？ないです。ないんだって。ほぼないですほぼほぼないんだって作ってると大体同じテンポになっちゃうんです。あ、そうですか。ゆっくり BPM BPM あのクリックっていう、 こうテンポの速さがあるんですけど、それが大体70ぐらいの、あ、それってすごい遅いんですけど、早くても90ぐらいかな。うーん、それぐらい遅いです、うん、はい、それはそういうちょっとゆったりめのテンポの曲の方が歌ってて気持ちいいとか自分でこう好きなのかな。多分そうだと思うんですよ。で、早い曲を作っても、はい、ちょっとゆっくり歌ってみようとかなるとそっちの方が気持ちよくて。ああ、そうですか。一回曲作っても、はい、相手のゆっくり歌ってみたら、あ、こっちの方がいいんじゃないみたいな、そういうのやっちゃうんですよね。そしたら全部同じテンポに。いや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 、でもあの自分がやっぱり好きなテンポっていうのがあるんだね。それが結構ゆったりめなんですね。はい、うん、そうなんですね。そうなんです。あの後ほどまたちょっと他の楽曲もご紹介しますけれども、ちょっとその音楽活動の、自己紹介がてらですね、はい、あの今まで出されたアルバムのことなんかも、はい、うん、一番最初に出したのが2010年オンリーっていう CD をオンリーという、はいはい、作りました。自分で CDR 焼いて。そうなんですか、はい、何曲入りなんですか？4曲入ってますね。4曲、へえ、はい、ゆったりめの曲ばっかり。ゆったりしてます最後は軍内っていう曲が入ってます。ちょうどいいかもね、お家でこう寝る前にゆったり、はい、なんか、ね、眠くなるだろうなと思いながらライブしちゃいますね。くつろぎタイムに聴いてほしいような感じですね。そうですね、うん、はい、秋岡さんはご出身はどちらですか？網走です。網走、はい、なんか小耳に挟んだ情報によりますと網走観光大使だって聞きました、はい、そうなんです。何やんの網走観光大使って？網走観光大使ですって言ってます。網走いいとこだよっていうのをきっとね。本当にいいところなんですね。網走テーマソングとか歌ってないの？まだ作ってないので、まだこれからそろそろ作りたいなと思っていいところだよって言って歩くお仕事です。あ、でも先日、うん、あの本当に出身は大空町目満別っていうところで隣町なんですけど、大空町で桜豚っていうあの豚を今特産にしようみたいになってて、その曲は作りました。あ、そうなんですか。どんな曲なの？いや、もう本当にそう、今ラジオのジングルになってるんですけど、はいはい、STB ラジオとか言ってたんですけど、 STB ラジオのどさんこラジオっていう、おー、あの平日毎日やってて、金曜日が大空町のコーナーがあって、そこで流していただいてるんですけど、桜豚かと思って、うん、でなんかその桜を食べてるとかでもないんですよ、うん、品名が桜豚っていうことらしくて、いろいろ桜豚について調べはしたんですけど、でもどんなどんなになっちゃうな最終的に食べられて悲しいなっていう風になってちゃうなと思って、すごい誰の目線でまず書こうかなと思って、はい、生産者の方なのか食べて美味しいって言ってる歌なのかいろいろ考えたんですけど、うん、最終的にこの桜豚を通じて自分の地元大空町を知ってもらえたらいいなと思って、うん、自分の好きな街の景色とかを歌詞に入れて作りました、うん、あ、立派な大使じゃないですかありがとうございます。立派だ立派だ、このようにですね、あの網走の観光大使もしながらですよ。そしてあのギター一本になったのはどういうあれだったんですか？最初音楽を始めた時は、うん、あのピアノの子がいて、で私が歌う歌う、うん、2人2人だったんですけど、はい、あのまあ就職あったりとかで一人取り残され、うんうん、なるほど、うん、どうしようかなと思ってた時に、はい、ギター弾いてみようと思って。いくつぐらいの時？ギター自体は触ってはいたんですけど、うん、本格的に始めようと思った22とか23ぐらいですね。遅咲きっちゃ遅咲き、かなり遅いね、はい、遅いですよね。でもそこから練習して、はい、あのいろんな曲作りも始めたと、はい、いうことなんですよ、はい、ゆったりめの曲が好きです。はい、秋岡雅子さんですけれども、はい、それではそのきっかけとなったことを2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃん、